せっかく遠征来てるからオペニーにいっぱい対戦してもらいたいけど、どうしましょうかね。やろっか、リーダーやってください。で、オペマイチーム、オペマイ7選んでもらってます。ネネ君書いたよ。オペマイさんが、7名選んで、それ対残りの人間で対戦をします。7人だとね、結構残りのメンバーが強くなるはず。7にした。オペマイ含め7人。どうの？巨漢のゆうちゃん、あ、草くん入れてあげてください。草くん明日誕生日、結構いるんですよ。そういうことやってると残儀とかに蹂躙されるわけですよ。いいんすか。あ、坂本さん、オッケーオッケ7になりますんで、20対7です。もみをいらんか、もみをいらんか。はい、それでは、チーム分け決定いたしましたので作ってまいります。あ、作らなくていいか。かぶせ合いで、かぶせ合いで、じゃあ先方を選んどいてください。では皆さん、イベント始めますので準備をお願いいたします。
7人少ないかな。もう一人、もう一人、もう一人です。僕なの？違くない？え、僕何やっても残機出てくるんですから。はい、終わりー。やるぜー。皆さん、今日はオペマイさんが遠くからはるばる来てくれたので、オペマイチーム VS 残りのザコどもで対戦をいたしますので、オペマイ選出の8人、2P 側に行ってください。読み上げます。オペマイ、焼き鳥、カワシムまだ来てないですね、ヒデ、ユーズル、ピロシ、クサ、バイパーです。機械さんは選ばれませんでした。機械さんはいいですって言われました。おい順番はかぶせ合いでございます。はい、あ、鈴鹿さんも弱い方なんで安心してください。カワシム、クサがまだ来ていないので残りのメンバーで先方を選んでください。はい、残りみんなワンピーワンピー、先方行きたい人、先方行きたい人、ヒデ君は 2P です。もう一回言いますよ。オペマイ、焼き鳥、カワシム、ヒデ、ユーズル、ピロシ、クサ、バイパーが 2P がオペマイ選出チームです。いやいや、人数少ねえから、倍以上いるから大丈夫。さあ、ザコども先方は誰が行く。先方は出し合いなので、お、行く、 OK、 誰、先方譲る、いいでしょう。じゃあ午前なしなしなし。さあ、それでは11月の24日、スパ 2XNVC2 ランバと東大戦始めていきましょう。さあ、お、これは苗場さんがいる。苗場さん追加ね。さあ、先方は OK、ウネガエル VS ユーズル DJ。 はい、大丈夫大丈夫。
入れた。カリュなるほど。じゃあもう背面出てもらいましょう。はい、それでは解説をしていきましょう。先方ウネガイル VS ユーズル DJ 2P 側は8人しかいません。1人2冊以上は必要ですね。あ、タコ様が大変。はいはい、じゃあ久しぶりにマイク持ちますよ。今回音声大丈夫ですかね。まあ大丈夫ですね。入ってます入ってます。あ、ユーズルがまずは一勝。次誰が行く。途中まで良かったんだけどね、ウネもね。お？お？お？ここでセド様が俺が行くと。まあ確かにあのザンギが行けそうなキャラがいないんですよね、これ。いないことないでしょ。いないことはないんだけど、あとはフォークですね。え、チュンリーでしょ。チュンリーナルシムでしょ。おいやいやバルログ。おいやいやいやだから龍拳 DJ、 じゃあのバイソンベガがいねえじゃねえかと瀬戸様もお怒りだったので。マジか。まあユーズルーは、はい、ザンギ戦はやっぱりね、もみ音ね、ええ、やってたんじゃないのかな。あ、お、いいよ。さあ、一ラウンド目のゼロ。一ラウンド目のゼロ。ゼロドットが、ゼロドットが遠い。あー、デクリが入る。何か間違えた。何かを間違えたらしいですね。あのボディから生バニシングで死んでましたね。多分バニシングでしょ。それがなんかしゃがみの中パンだか大パンみたいになってます。中パンかな。いや、セロ様ね、やっぱうまいっすよ。うまいとか、ほんとうまい。おい、圧倒しました、これ。さっきの勝ちにしてと言われましたが、まあ、ダメです。ここで、セロ様がいきなり、はい、ビーラになった。大仕事をするのか。 DJ が死ぬと、いろんなキャラが喜ぶぞ。そうです。こっちはもう、キャラはもういくらでもいるって感じですからね。そうですね、うん、これ被せ合いだと、はい、やっぱね、人数多い方が有利になりますわ。どうしても、どうしたって。さあ、セロ様、きつくなってきた。あーっと、なんか今匂ってたが。なんで、そのミドルは何。あー、セロ様、3ラウンド目遊ぶからね。そっか。はい、初心者軍団、初心者軍団、早めに来て。とりあえずもう、行きたい人はもうどんどん行っちゃってください。苗場さん、苗場さん、連れてきたね。さあ、早速ザンギステージだったんですが、あ、ここで今度はジャマイカ DJ ステージになりましたね。デレロリュウ、デレロリュウ、はい、の試合見てても今メキメキと強くなってる感じですね。おお、なんか最近よく来てる人ですよね、はい、この人は。お、よくガードした。タコ様はいなくなったけど、はい、デレロさんは来てくれますんで。タコ様は来なくなったけど。いや、今来てるやん。あれあれみたいな。さあ、打ち切ってしまった。だー、全バレ。あそこは真空打っちゃダメポイントです。ダメポイント、波動もダメですね。あー、マシンが4発ガードした後、あ、はい、何もかくんないと思っている。あ、竜でもダメ。竜でもダメですね。おー、ほんで、まあ、波動打とうもんならスカコン飛んでくるんで、はい、あ、まあ抜けれますね。それ食らうと即死します。即死ですね。さあ、こっから日和らないでいきたい。そう、高めでもいい。この飛びやる。あー、高めぐらい。おい、さあ、伊藤さんに怒られるよ。怖い怖い。ユーズル3連勝。どんどんいっちゃって。苗場さん、発散かくんだ、早めに。それが3連勝で、まあ今日の場合ですと1人ノルマどれぐらいなんですかね、 2P 側は。まあ4人ぐらい倒せばいいのかな、1人頭。はいはい、どうぞどうぞ、どんどん行っちゃってください。好きな順で行ってください、ええ、
相手みんな強いからいつ行っても大丈夫ですよ。これ1P がもう30人以上いますもんね。30人いってるかもね、うん、いやピロスさんは選ばれし人なんで。そうそうそう、機械さんをはぶられたけど、機械さんはぶられたけどピロスさんは選ばれてるんで、そう、そこで偉そうにしててふんぞり返ってていいですよ、はい、さあこの方は清水さん、はい、DJ DJ 同キャラ清水さんは苗場さんが連れてきてくれました。おさあ痛いね。さあ いいよ、いい拾いからの惜しい、あちょっと高かった、惜しい、マジで惜しい。結構なんか DJ 同キャラって荒れますね。荒れますか、はい、スライディングに対して、ええ、相模中キックとかポケット当たって、はい、うんみたいな感じが多いんですけど、ええ、あのどっちかダウンすると、はい、もう荒れ模様です。あでもなんかめくりにもなんかやっぱりジャックナイフがあるからみたいな。ジャックナイフあるはあるんですけど、うん、あの表に出されても、はい、またちょっと不安な時間が続くという感じです。おお今のうまい、おお、さすが譲れ、清水さん破れる。さあガンガンいっちゃって、誰が行く、誰が、誰もいいですよ。ガリューガニ、あ、カワシム OK、 カワシム 2P 側です。選ばれてるんで。さあガリューアニ、キャラクターはアイガー、アイガーですね上開幕上、いや上はね実は強いんですよ DJ 戦。おお、スライディングはですね、あの、出した瞬間、はい、あの暗い判定が上にニョキッと伸びるんで、はい、あれに当たるんですね。おお、置いておく上ショットっていうのはかなり使えます。なるほど。でやり過ごされても、はい、あんまでかいものを食らないです。あスライディングが間に合わなくって、はい、エアスラ食らって、はい、まあせいぜいみたいな感じですね。なるほど。まあでもこれさすがに DJ 側もこれはですね、DJ 結構いける組み合わせだと僕は思ってるんで。あーってしまった、やっぱ強えな。さあガリューガニ破れる。さあどん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 行っちゃってください。さあ誰が行く、チュンリー使いとかいないの、ダルシム使いとか。ダルシムいるね、2人いるね。タコが行けばいいのに。おまだだってなんか序盤のなんか人いるんであれば、まあ、キャラ的に、キャラ的にってのがあるんで、はい、DJ は潰しといてもらいたいってのあります、はいはいはい、チュンリーとか、はい、ね、ダルシム、まだまだ出てないんだったらどうぞどんどん行ってください。いいですよ。この人がガリューさん、おここで残儀。さあガリューさん剣使いだったはずだったはず。さあ DJ 対残儀は実にいいカード。そんなにでも楽ではないですよこれ。いや楽ではないと思うけど、僕はね残儀ちょっといるかなと思ってますね。結局転ばされたらめくりが見えなくてそれでピュって死ぬってパターンがあるから、転ばなきゃいいじゃん。はい、でも転ばす技が多いんでねやっぱ DJ って。え、なん転ばなきゃいいじゃないですか。ガードガードセーブ、おーっと、さあ2度目のジャンプは中パンで咎められる。あーっと飛んでしまった。こんばんは X ゲーマー。さあダブラリ慎重に行くが、お狙いはいい、があと一歩届かず。ユーズルを誰が止めるかという形になっている。うえー、すげえところでピュッて、スクリュー後ろ優しい、優しい、あーっと着地に何もできず。あそこはむずいんすよね、まあめくりからコンボが最大ですけど、はい、タコ様だったらどうします？まあそこは、さっきのジャックナイフの着地？ピュー出した時。あ、ピュー出した時？あの時は表から3段で、距離的に厳しかったらまあジャンプからの2段で。表から3段だと、はい、表先が限度じゃん。はい。めくらないと。あ、でも距離的に間に合うか、表からピュー出した時に。
めくりまで間に合うか。結構レバガチャ早いと無理ダメかな。うん、間に合わない時あるんで。さあユーズルが煽っていく。あとは出てない、そんな初心者の方はさすがにコマさんに行けとは言わないからコマさんはやめとけそれは厳しいよね。行ってない人、行ってない人どうする。あれは配信は龍はありだと思うよ。ああ、まあそうっすね。 DJ 相手には龍は結構顔が硬直している。俺はの試合をやるんだという顔してるイベント始まってんだからさもうみんなのじエクスパさん行こう行こう。あと誰が残ってんすかね。まあ大体でももうデレロ初心者の方は出たのかな。タコさんも死んだっけ。いや、おい勝手にこなさないでくれよ。 あんまホンダステージやりたくないんだよな。わがままを言っていくタコ様、いつものことやさあエクスパ出陣。あ、おいいですね。エクスゲーマーズさ知りすぎなんだけど。はい、なんか書いてありますね。あの2015年の東西戦以来だって書いてある。おお、どんだけ知りすぎですわ。あ、でもなんか前あの手がなんかそういうなんかそうね、まあ作ってたにしろ、それもすごいね。速攻でググったんですかね。僕さ今マイクで我流って言ってるだけなのでそれ拾ってるからねすごいよね。ああそうかそうかそうか、確かに。さあエクスパが、さあちょっとゲージがない状態で、ああ、もう時間がない。さあエクスパ取ったダメージを、はい、守るのは結構うまいんですけど、ええ、そのどうやって取るかというところをあんまり考えてないっぽいからそこなんですよね。まあ、完全に身を任せてみたいな、うんうん、で、詐欺飛びって何ですかっていう話を、はい、まあ、2018年にしているのはエクスパーさんぐらいだと思うんでそれはあのシステム的に知らなかったのか、その言葉が。いや僕あの、はい、英語できないんで、説明しきれなかったんですけど。あ、はい、おー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 おお、さあエクスパー、とりあえずゲージを貯めれば OKOKOK、うん、見てる見てる、飛んでくるよ。さあどうする、さあどうする、うん、あ、おっといいよ、おー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 おお、いいよ。あの距離でスライディングにも一方勝ちできるんですね、龍の中足は。あ、中足は強いですね。しかしちょっと防御的になりすぎている、はい、大パン。でも結構エクスパー下がるときは下がるんですよね。いやもう、いや下がるときはっていうかずっと下がってますよ。おお、反対に出る、やる、いい、ダイヤしたい。くユーズル苦しいか。さあゲージが溜まって、ユーズル、ユーズル、まあ削りで OK。ユーズルちゃん、DJ は厳しい。苦しいか。死んだか。波動モードで。死んだか死んだか死んだか。死んだかー。で出る。おお。食らったチューパン新しい。食らってチューパン。やりましたね。さあユーズルやめれる。さあ次は誰が行く？バイパーさんが行く。ここでバイパーさんが。はい、2P 側は今日は8人しかいません。はい、ですね。シューティングディレベルこれ荒れますよこれはさすがに、ええ、あの関西からクレーム入るんでやめてくださいね違う、こっち関係ないのにねっていう。さあエクスパーが、おお、うん、今ジャンプショーパンだったんですね。ジャンプショーパンですね。てっきりあの中パンかと思いました。あ、バイパーさんも。お、あと誰だ。おお、危ない危ない、今の大勝利は危ない。あ、ちゃうわ、これバスつけたんだ。おお、エクスパーがもう危なげなく1本取りました。危なげなく取っている、まずくない。なんか逃げまくって、まあなんだかんだね、捕まったらやばいですからね。そうっすね、ほんと捕まらない、あーっと捕まってからの、横から捕まると、おー、大丈夫、ありあり、ほんとにあり、うん、おー、見えているのか。嘘でしょ。さあゲージが溜まって、
真空は当たらないが、コンドルです。バイパー痛恨、あーちょっと飛んじゃった。当たってここはバレていた、めくり、めくり、あのめくりも見えないっすよね。ほとんど表なんですけどね。あーほとんど表になるんですね、あの位置だと。あの位置っていうかもうフォークほとんどめくれないっすね。そうなんですね、はい、知っといた方がいいですね。なるほどね。めっちゃ遅らせることで、お、いい中盤対空、裏になることもあるが、あーガードしちゃったな。さあいろいろボタンを押せるが何も出ていない。おお、逃げて。さあバイパー、ここから楽しい時間が始まらない。あーやばい、さすがにやばい。お、中足でやる。お、逃げどけティア。さあ何が何だか分からないが、とりあえずなんとかなっている。エクスパーランブ防御が荒らすという。あ、今も昇竜が出ていれば、うーん、これは、あ、さあ小判かな。あ、あー、とうとう捕まった。バイパーは難しい。さあホークですよ。さあホーク行きたい人はいるか。ホーク本当に、いや、まあ行きたいやつが、自信あり、自信ありで、OK、行きたい人が、いいよ、いいよ、いいよ、ええ、どうぞ。いいっすよね、行け行けって誰も行かなくて、行こうとしてたら本当にいいみたいな。出てくるのは汗がいる。ねえ、先日のね、エクサのチャンピオンですからね。そう、 いつまでチャンピオンと言われるか分かんないですけど。さあ、汗くんはですね、はい、これはほ、ガイルより有利だと。ほう、かぶせが成立してるぐらい言ってますからね。おお、でもなんか一回捕まったら死ぬっていうイメージしかないですけどね。僕はフォーク相当有利だと思ってます。うん、自分もそう思います。さあ、はい、あ、おお、踏んで。さあもう次はない。あー、やっちゃった。もうおしまいですね。あー、あった、ソニック。おー、おい、バイパーさんのミスもありましたが、はい、ちゃんと出していた、アゼ。おお、今のはまあソニックで抜けれないんですよね、もう。そうっすね、あ、抜けても終わりですね。ああ、まあそうっすよね。お、抜けるのがジャックのトマホークしかないので。うまい、おお、台足、うまい。ああ、もうやばい、ドン。ああ、さすがに知ってますね。ですね、あれは知ってるというか、もう話す台風なので、ええ、かなり普通の作業なんですよね。話し台風が普通の作業ではないでしょう。相当難しいと思いますけどね、それをね、ちゃんと極めたらこういうカードになってしまうんですよという。危ない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 。さあ、葵がいる。うわー、これは痛いけど普通に行く、まっすぐ行く。さあ、まあ、暴れて、あー、死んだ、しっかり、まあ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 、やめとけって言ったんですけど。さあ、誰が行く。バイパーさんか。はい、どうする。あ、メイさんも来た。あ、さあ、ここでコマさんが出陣です。まあ確かにあの S ホンダ的にはこの相手のチームのを見ると、確かに X ホークはいける方ですからね。さあ、コマ S ホンダ、これはさすがに、まあお仕事でございますね。はい、でもこれホンダ側もやっぱりこうなって転ばされた場合は結構厳しいんじゃないですか。その話大いちょうとかもないし、S ホンダはあれね、はい、そもそも話大いちょうの前外でやられるんで。ああ、そうなのね。すげえことが起こっている。さすがバイパー、とにかくジャックズズツキがうざすぎる、ええ、あ、はいはいはい、発生がね遅すぎてずっと無敵だし、ね、無敵も長いっすからね。はい、そしてこの張り手がですね、うん、えぐいんですわ。あっと、これはもう残虐使ってるからよくわかりますよ。お、客観で逃げてズツキしっかり、あれがね、横ためで帰るのはずっと飛んだだけですからね。あ、はいはい、ですね。東京正月。
これ正月っていうキャラじゃないんで気をつけてください。エソホンダね。コマさんはやっぱ3ラウンド目はお互い慎重にいってますね。ただこれ X オークだとこの連打もあーまあ突進しないですからね、もともとあんまり効果は引っかかないかな。おお頭突きに対してやる、そして端っこ引っかかる、うわー、引っかかった。お、今なんかめくり狙ったのかな、かも。結構残儀もあのエソホンダのあの起き上がりにあの100巻重ね、100巻続き重ねられるとめくりになる時あるんで、うざいっすねあれ。あーあ、うわー、おっと、あー当たっちゃった。さあどうする。あーあー、この粘りがバイパーの持ち味、さすがです。さあ誰が行く、さあどうする。アゼが死んだでしょ、コマさん死んだでしょ、ほらほらみんなイベント中だよもうね。どうしよう、じゃあん坂本さん行けます。ああそこでやってんのね、坂本さんはやってる、やってるイベント中やぞという、みんなねちょっとイベントやってほしいな。坂本さん、ご指名です。あそうか、ホンダだからホンダステージ変わったのか。はい、よかよか。さあ君、ツービーが、おさあ、オペマイ選出チーム、ご指名だから。そうですね、ちょうどサガットがいたんでしたらね、ここも当てとかないと。坂本サガット、開幕でフォア食らって、うわまた引っかかった、これはバレている、2までちゃんと入れて、これは2確定ですね、確定ですからね。でもあんまりフォーク側も気にしちゃいけないですね。バーッとまた引っかかったような感じで、うわーっ、あったこれは、コンドルガードの死ぬかも。おー、上タイガー上だった。この間東大戦で、はい、坂本さんがすげー強かったんですよ。うん、もともと強いは知ってるんですけど、あ今はちょっと2位が間に合わなかったかな。最近もうバリバリやってますからね。お、いい感じ。でもやっぱダメージは少ないけども、サガット側はこれ2位でね、そうですね、で必ずタイガーショット打てるし、うん、おっとちょっと遠かったか。さあバカタイクも見せ、ここはあっと一回見逃して、うわあっ、おっと、あやめておけやめておけがやめておけ、なんでしょうね、投げに投げ返そうとして当たったか、まあ、タイアパカが出なくてそのまま下ったか、うん、通常技やった感じですね多分。だってやめておけもなんか角度的にはね、中ボスみたいな感じだからね、しゃがみガードできなくてもいいじゃねえかみたいなね。あれがあれがしゃがみ技で、あれがさすがにでしょ。うわすげえっす、いいな、ホーク結構届くんだなこれ。うわもうめっちゃ歩きましたからね今。さあ中キックモード、うわすげえ、バイパーまで4連勝してしまった。じゃあ自分行きましょうか、ステージ変わったし。タコ様行く、あ、ゆうずるさんじゃないですか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もちゃんと許可取ってきたんで大丈夫。あ、そうですか、今日2人で今のところ10人行ってますんで。そうですよね、はい、もうこんな感じなら後ろの人が伸び伸びやってくれればまあいいんじゃないかっていう。さあタコ様が出陣っていうことで、まあ俺がいない以上あのダルシムとかムーさんとかも出ちゃえばって言っといたんで。あーまあそっか、そうだよね、だってチュンリー、ホンダとかそんな感じだし、そう出ちゃいなよって、下だ2人だからここにダルシム2人のいるのはそういうこと。ダルシムが2人いる、もう出たいんですよ。3人いるからね、ダルシム。え、鈴鹿さんいるから。あ、そっうざいと思うよ。あ、じゃあ
わかんない、鈴鹿さんはなんかインフェルノ当てて勝とうとしてるかもしれない。誰にでも。あー、なんか狙ってた。さあタコ様対ワイパー、なかなかいい勝負をしている。特に因縁とかはないですか。あ、特にないんじゃないですか。はい、タコ様はやっぱりタコ様なんでね。おーい、舐めてんじゃねえぞと。あ、話し得ですよね。今でも吸えるとは思わなかったけど、まあ、あれは台風と前が同じっていうのがやっぱ大きい利点なんで。そうですね、本当にそうですよ。もう仕込ん、もういくらでも仕込んどいていいっていう、うん、おお、タコ様チョップ。うわあ、吸った。カラちゃんが本当にうまい。あー、吸われた。さあ吸い返して、まただまただった。また叱られた。いやタコ様がっくし、やっぱりあれだけを狙うっていうのは逆にですね。さあ誰が行く。テンさん、ダルシム。テンさん行く。ダルシム行きました。そうなんですよね、なんか台風の間合いって未だによく分かんないですよね。え、長州さんとか残ってんの。残ってる。出た方がいいよ。長州さんとか出た方がいいよ。あとチェンリーとかばっかりで、バルログとか。やーっと、ダイパン。エースホンダとか死んじゃったんですよ、今。で、サガットも今。サガットも死んだ。だからもうダルシム2体が今。いないっす。ここはそういうゲーセンじゃないんですよ。僕が使ってもいいけど。その。いやいや、それ、だからこれにバイソンで出たくないっていうやつでしょ。いやー、出ないっしょ。うわー、今のやべえ。いやー、疑惑の。うわー、スラストに。うわー、ちょっと惜しいっすね。さて、ダルシム止めたいところ。やべえ。いやー、これやばい。ガードしても美味しいとまで言わないのが。そうっすね、嫌なところ。あ、やっと覚醒は取れたが、うわっと、このブラスト。インヘルの溜まったけど、うわっと踏ませた。でかい。やる。ああ、どっち。ダブル KO ですね。ダブル。うわあ。さあバイパー与えて熱い試合見せてくれる。うわっ、ニート。ああ、でも、うわあ、吸うんだ。あれ吸うんだ。うわ、死なないよね。ドン。さすがに死なないけど、が消えて、うわあ、無理。いやー、まあ、無理だったな。これは無理です。ムーさんは、いや、誰が行くの本当。ムーさん出ないの。ムーさん出ないって。じゃあ長州さん出たらもう誰でもいいんだけど。あと誰、ムナーリさんとかは。ムナーリ、ニーヤ。ムナーリさんとかは。ニーヤさん多分やんねえだろ。誰、もみおもやだろうな。長州が行く。行く。あ、行った。本当だ。いや、バーサス土曜日来んのかなり珍しいんじゃないですか。あ、そうですね。最近は火曜日専門な感じが。そう、残りの日はスト5、火曜日だけは X をやるって言ってました。はいはいはい、なんだっけ、ネカリ。あ、それ5じゃねえや。ネカリ、ネカリ。え、ネカリで5だっけ。 5? バイパーさんに対してまさかの試してはいけない。フォークを知っているけど、このフォークは誰。このフォークは誰。これバイパーフォークです。いわゆる。うわー、 狙いは合ってた。いや、いいレッパーではないですね。バイパーのHe's good、 間違いない。さあ長州もこのね、ごまかしながらなんだかの勝っていくという。やっぱうまいとこ、やっぱうまいですからね、長州さん。さあコンドル、いい当て方。いけない。2回目難しいですよ。なんでなんすかね。
持続じゃないからかな。一回うわっバレてるバレてる、トニシさんバレてる今の。光っていく、俺はこの一本を決めるためにここに立っているんだ。そういうことですね。もう今日5、6回光ってますよ。バイパーさんに限らずなんですけど、はい、あのフォーク使いは光って負けたら納得するっていう悪い癖がありましてまあ光れたしいいやみたいな。アトミックボーイぐらいですよ、2回目光ろうとしてくるのは。あーそうですね。さあ対空しっかりしてる。いやーうーっと対空レッパーにヒット、ちゃんと正しく使ってる。そうですね、あれは正しいです。おい止めたのは調子、ついにバイパー陥落。まだでも2人目です、2人終わったところ。さあ誰が行く、誰かな。草さあお手前が草指名。 2P がまだ 3人目です。3対13。はい、で 2P 側チェンに2体いますので。あ草さん、草さん、いやー危ない、怖いです。いきなりタイパン勝利入りました。まずい、はい、これはお手です。まずいよ、まずいよ、まずいです。草くん、草くん、ゲージがない。さあ今この状況でもまずダメです。ノーノーと飛んできやがるまさしくですね。ノーノーとって英語でなんて言うんだろう。なんかバラしてバラしたでしょ今。何なんだろうね、今の報告書必要ですね。ちょっとモザイク気味の対戦になってますけども、はい、まあ、草さんもね明日誕生日でございますので。そうですね、はい、まあ、大人の階段を着実に、うん、もう完全に、まあ、あの少年期があって青年期がなくて中年になってるみたいな感じですね。あ、これはうわこれはこれは何しに来たんでしょうか。これは草何もせず破れる、しかも剣ですか。あとはゴペマイヤ、ヒトリ、カワシム、ヒデ、ピロシ、いるよいるよ。カワシム、カワシム指名です。そうっすね、チュンリー、バイソンぐらいしかもうダルシムに行けるキャラはいないっちゃいない。まあね、ダルシムで出されるとこっちもね難しいんですよ。いないですよね。いやもうこっちが逆にムナーリさん指名しますよ、それは逆に。これは完全に僕の仕事だな、僕の仕事ですな、これは行くしかねえ。さあ長州さんがピヨらない、いやー一定のくらい、ギリギリピヨリーチですね。ピヨリーチですね、あれでピヨることほぼないかな。はい、中の3段じゃまあピョらないですね。カーシムも欲張って中スラにしたところが偉いですね。さあこれは膝地獄、膝小僧、わがままな膝小僧。カワシムが破れると早い、これめんどくさいぞ。いやいや、めんどくさくないですよ、まだならないかな。めんどくさくはない。おっとめくり入って、死なない、暴れていく、甘えていく。おい長州、おっと長州が3連勝。これもうデイヒーさんじゃないの。あーまあか、焼き鳥さんかな、どっちか。焼き鳥、焼き鳥。さあ焼き鳥さん、焼き鳥さん後ろの方ですごい遠くからちゃんと見てます。まあキャラは自由で、自由で。まあね、Sホークだった。まあそうですよ、さすがに。これ僕行かないからね。え、誰が行くの、ムナーリさん。
ムナーリさんでしょ。ムナーリさんなのかな、わかりませんけど。さあ、おお、長州の立ち回りが光っている。いや、地上戦やるんだ、すごいな。あ、これは、まあ、うわ、そっからでも歩いちゃう。いやしっかりしている。昇竜が出るか出ないかだけの戦い、出なければこうなりますね。いや、あれは食らってなんとかっていうのを毎回やろうとしてるんですよ、長州さんは。波動くらいまでやってるんで。あー、さあ、焼き鳥はしかし地上もできるぞ。いや、フォークで地上やるとやっぱやばいですよね。やばい、あの地上強いからな。上がガゼン怖くなるんで。うん、うわー、おいしい。そう、うえい、甘えさせない。運が悪い。 S フォークはヘリ。さあ、 S フォーク誰が行くのこれ。誰かな。困ったぞ。誰、ムーさん今度こそ出るの、出ないの。ムーさんにはやめた方がいいか。ニーヤーさんはね、こういうのやめた方がいい。鈴鹿もみお廃人ニーヤームー。あ、ムーさんが行く。2回転、うん、行く。これはダメだ、これはあかんと、あかんと大きな声で長州さんが。いや、これはやばいですよ。さあ、ムーさんは自信満々で席に着きましたが、これやばいですよ。ジャンプ強パンと魔法でピヨって死ぬ未来が見えますね。そうなんですよね。ムーさんね、あ、スライディング対空するんですよ。危ねえんだ。おお、出る。いや、ムーさん出ますよ。出ますよ、ちゃんと出ますよ。ムーさんは出る人です。うわっ、これはすげえところでピヨる。ショーパンでピヨるんだ。そして押せ切り。これはやる。あれは博士二段。ムーさんが常にボタンを押している。そして焼き鳥がちょっと絞り切れていない。うまい。さあ、危ねえ。待て、危ねえ、危ねえ。さあ、焼き鳥を倒すのか。あと、おー、ムーテレポー炸裂。さあ、焼き鳥なぜかにやり、焼き鳥一勝で終わってしまった。残るはヒデ、ピロシ、オペマイ、3人ですね。まあ、ピロシさんだろうな。ピロシを使っておくべき。うん、まあ、ピロシでしょうね。そうやな、苗場さんもいるからな。さあ、ここで選ばれし本田ピロシ選ばれました。ニーヤさんは選ばれなかったけど、ピロシは選ばれました。なぜでしょう。もう機械さんも選ばれませんでしたが、ヒロシは選ばれました。いやー、これは美味しいです。しかしですね、ムーさんがなかなか本田戦うまいんですよ。あの、アベビンさんには勝ててないんですけど。あー、そんな感じしますね。あー、そうですね。ジャイさんも無理だろうな、あれな。意味わかんないからね。あ、あ、これは死んだか。これはまあまあ取っておこうというやつですね。今のファイヤー、いいファイヤーですね。ムーさんっぽい。あ、さあ、百貫スタート。うまい、今のいいですね。さあ、ムーの七色の対空、芸術品か。これはピロシが寄っていくが、運が悪いな。あー、100巻、
うわ掴み返す。今のは出さない方がいいよ。これはもう行っちゃいそうだぞ。いや行かないでしょ。言うても前の7人は前座ですから。前の言うてもヒデには、いやもういいよ全員。いや残ってんのがさ、チュンリーバルログとか言ってかぶせられないから。もみおは熱い。もみおは確かに熱い。さあここでヒデ。てかもうだからもう逆にだから、逆になんですよ。逆になんで、もう今のあ、うまい。さあムー対ヒデは死ぬほど対戦してますからね。うまい。まあだってヒデハウスだもんね。ヒデハウスですね一応。はい。うわ見えねえ。あこれは、うん、飛べたかな。飛べるし、その前の気候がいらない。うん、あのまんま削ればいいんだけど。いや気候戦列じゃないよ今、通用し歩く戦列。これはおおおおお、あさあいい勝負してる。おお掴んで安全行動を。さあ余計なバックジャンプ。あこれはうわやる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 。ああ上り踏みつけね。ね、まあ、そう、はい、狙いには良かった。今の踏みつけで良かったんじゃない。いや今踏みつけ失敗ですよね。ねえ、でもムーさんのことをやっぱ知らないですね。ムーさんは絶対投げゴフリするから絶対に下がっていけないで終わりです。あでも絶対です、150%。うわー、ドンドン食らうよね、これは食らうよ。危ない。あこれはもうないですね。いやしかしムーさんいい活躍でした。いやムーさんありがとう。ヒデさん強いっす。ね、鈴鹿さんが出たそうです。はい、残ってるのはまあ、バルログよりいいよね。はい、いっちゃいや、ザンギはチェンリーよりバルログの方がいいから。いや、うまいかもしれんけど、あ、入れてない。入れなくていい。まあ、鈴鹿さん久々なんでね。鈴鹿ダルシム、これはダルシムです。かなり久々に。さあ3体目のダルシム。お、死んじゃう。まだ死なないで。さあムーさんとは違うタイプですが、やっぱりボタンを押すタイプですからね。ここでテンション。鈴鹿ダルシムはやっぱね、突っ込んできますからね。うまいな。突っ込んできますよ。けどゲージ貯めればいいかな。そうっすね、これで溜まっちゃいましたね。うん、これはちょっと踏み込みも浅いが、まあ、チュンリーが勝ってますからね。下がっても OK。 あーあーうおー、ヒデさん、うわヒデさん危ないよ今の。高いだろう。今のは危ないな。高いだろう。いやー熱いけど鈴鹿ダルシム逃しましたね。さあ溜まった。溜まっても打つ。ふわーり飛んでいく。スライディング投げ返す。あ、逃げちゃう。ガードして、ガード、たまたまガードしてた。ガードして、ナイスガード、いいですね。が、これは苦しい状況。さあ、たまるけど、あの飛びが落ちねえ。さすがにきつそう。あ、狙った。これは狙った。これはうまかった。
これは狙ったな。残るはもみお、機械廃人ミヤムナリ。廃人行こう。グッチさんいるの？いるよ。いる？いたっけ？廃人。あ、苗場さんも残ってる。さあ廃人龍が行く。廃人は、おっと。繋がってないよ、全部繋がってない。スーパー運が悪い。全部繋がってないけど全部食らって見事に、見事です。これはほぼ P 負けでしたね。1点、開幕3500点いただき、なーでねー。またピオル、まただぞ。やわらすぎる。投げる。あー、逆に投げたら面白かったですけどね。お疲れ様です。これはひでえ。ファーストアタックのみ。ファーストアタックを取りにやってきた男ですね、これは。どうしよう。え、廃人死亡。まあ、ムナーリ、ナイバーあたり出ても。ムナーリさん、どうします？ニーアーさんも入ってからね。バルログとチュンリー、どっちがいいですか？チュンリー、ムナーリ。まあ、さすがにヒデぐらいはみたいな感じですかね。いや、サガットバルログはどうしようもないですからの。イージーピーシー、わかんない。さて、これはこうなるとサガットも若干いけます。本当か。若干たまった無理じゃね。このままタイムオーバーまでいけるかどうかっていう。守る気はなくない？さあ、逆らっていく。が、おい。自分も混乱してる。下がって細いですからね。裏に出ちゃう。これ開幕から下がって貢献で2割取られても戦列当てて終わりじゃないですか。いや、普通はそうなんですよ。普通はこのまま終わるんですよ。そうですよね、本来。あー、ひでー。ムナーリ VS ヒデ。キャラさんはひでーところが出てる。さあ、これが100キャラ差だ。いや、本気でキャラ差ありますからね、これ。さあ、これでもタイガーショットを打つ以外にやることがないのが。あはははは。噛み合って3ヒット。何をやっている？おー、何やってんの？あー、今表裏狙いでしたね。今な、むしろよなんで立ちガードなのかっていう意味わかんないですね、はい、運がいいのか。まあ、なんか本当はテンションとかなんか出したんじゃないですか。さっぱりわかんない、彼の考えてることは、はい、さあ踏ませる、めんどくさい。この背中切りいらないと思うんだけどな。え、あの背中蹴りで避けるのいらないと思うんですよね。いらないですね。ガードでいいです。ガードで、さあ、バックジャンプで気候でいいです。総裁して歩き戦列いけますからね、かなり遠くから。さあ、サガット試練の時間、やることがね。いや、ヒデは分かりませんよ。ヒデは分からないんですよ。ヒデさんは分からないんですよ。なんで背中切りしてんの。終わり。あー、危ない危ない。まあ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 、危ないですね。さて、行くか。ミカさん、苗場さん、苗場さん出てないっしょ。はい、苗場さん、同キャラね、すごい苦手だから。あの、日本で一番同キャラ弱いチュンリーだと思っていいです。あ、そうなんですね。いや、これはすげー弱いです。これは見物。さあ、中足同士なのになぜかヒデの方がダメージをもらっていた。さあ、苗場さん、もともとはこの紫カラーを使っているんですけども、ヒデ君が取っているので
今日は。あーっと、全人類の敵から当たんないよね。全人類の敵さんはもう大阪なんですね。大阪らしいですね。まあかの地でどれだけ成長して帰ってくるか。はい、灼熱サマレが強い。おっと、クーグラしちゃう貢献。うまい、よくやった。さあゲージが先に溜まってヒデが攻め立てる。おお、投げたの。サイバー、しかしテンション拾って背中蹴り、テンションで終わりですね。はい、サイバー負け。機械さん、さあ機械ガイル、ここは試練ですね。暗い気候飛んでくる、逃げる、ヒデがごたて中。そうですね、これでね。いや今のサマー出るけど、まあやってれば。あー、スカル、っとっとスカルね。これは機械ペースになるのでは。いやー、そうでもないですよ。ずっと守ってる。そうでもないですよ。そうでもない。さあ下がって貢献だけでまたゲージが溜まる。飛びが当たって追っかける。もったいない、もったいない。ダブルはガードになって、あっと安かった。さあここからです。ヒデさんは、さあこれはさすがにお時間なしですね。さすがにですね。さあヒデ冷たい。それに、ああ分かんない、これは X ゲーマーズに任せましょう。さあ今日は 2P 側がオペマイ選手2の8人、オペマイが選んだ8人です。オペマイ、焼き鳥、川島、秀、ユーズル、ピロシ、草、バイパーとなっております。はい、あピロシ死んだわな。残るは 2P 側、秀とオペマイだけ。あ、おーおーおー、さあどうなるぞ、どうなる。さあ開幕ソニッククーラケンから入る。リードを奪うとチュンリガもね、攻めないといけないからね。うん、よく見ているが、ここでこれはまあまあ減った。しかも6ヒットか。うわー惜しい。さあまた溜まる。ひどいなこのギャラ、ほんと。どうしましょう、どうしましょう。うわー元キック。さあどうしましょう、どうしましょう。いやーこれはきつい。ヒデ鉄壁、超塩対応。まあそうですね、こういうゲームですよこれは。苗場死んだでしょ、機械死んだでしょ。2回転グッチ、もみよ、まきり、負け入りだけ。いやきついなこれニカさんも逆に出づらいじゃないの。グッチさん行ってもらいましょう。グッチさんかな。入れない入れない。え、ニカさんもバルログなのまあ僕ね、それがまあかぶせになってるかどうかっていう問題ですね。そうなんですよね、チュンリにかぶせは成立しないと思うんで。ピヨンナイ、大変。これは致命傷でございます。そして先にゲージが溜まるのはチュンリ、前に来ちゃう。まあ逆に前に行くのはありっちゃありですよ。そうなんですよね、ゲージ溜めづらくなっちゃうんでね、時間稼ぎになるんで。おお、パナス見えているのか。ザ・マスクド・グッチ、イエス、マスクド・グッチ、マスクド・グッチ、新しいキャラが生まれました。お、クータス第一、クータスじゃない、中盤か。中盤だ、ダウンしたから中盤。クータスもダウンするよ。中盤、あ、わかんない。お、打っちゃう。
グッチさんがね、あのオモラスさんも結構珍しいんですよね。あー、意外と結構この人はあの慎重に使う派です。投げる、はい、バレバレ。あー、あーっとちょっとわからんくなった。ガム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 、あー、なんだろうね、スーパンが見えていたのでは。な、投げだったのかな。さあ残るメンバーを考えるとここはマジで勝ってほしいところ。まあ、長州さんとかね、かなり活躍してくれたんで、ムーさんも。そうですね、あれをね、見どころはここまでにあったとは思いますが。うわー、ここで逆らってビッグファイヤーもらって投げる、登り、れてる。今度は飛ばないが、もうダメージが取れないぞ。うわっと入れ替えて、おはは、ファイヤー真空重ねる、勝ったのはグッチ。さあ出ました。さあ本日のメインイベント、オペ前劇場でございます。さあ大将、オペ前残っているのはモミオ、ニーヤ、マキリ、2回転、そしてこのグッチ。そこまでやばいっていうことはないんじゃないですか、そのメンツなら。キャラ的には、まあ、あるわな、あるとは思う。さあ、さて僕ふん…おお、マジだー、何あれ3回ダイノス3回からの、おー、3回やるらしいですね。ヒット確認してくれよそうですね、大足が簡単に入ると思うんですけど、集中で行って、集中で穴減るの。あーっと、これは絡んでいく、見えねえ、名古屋のバルログは見えねえぞ。あー、いい位置、これは強い。誰だろう、誰からいく。もう、でも最後だから出たい人が出ればいい。うん、行ったっていいよ。もみお、もみお、やっつけたってもいいよ。エクサーチャンプ、さあ逆に、逆に名古屋弱キャラが少ない説。少ないですね。まあ一応ザンギいましたけど、あの青いザンギが、青いザンギいた、あのなんだっけ、独唱さんがいましたよ。組長大城さん、うん、大城ザンギって言って、なんか最近見ないですけど。だ、さて、まあそうですよね、あれ冷たいよな。さあしかしここまで、あそこまでザンギが前に来ると、はい、対応しやすくなるんで、うん、ちょっと嫌なんですよね。うーわ、ポニーの台足をインストールしてるのがうますぎる。うわ、今のはまあ難しいところですね。まあ早出しするわな、はい、あれで読み合い、いきなり読み合いできちゃうのがやっぱりバルログですからね。またあれが減るんですわ。減るんですよ。あ、位置 OK、 あれ先端でね、いいんですよね。そうですね。で、若干高めにしたところを今台足で狙ってましたね。狙いはやはり素晴らしいモミオ。しかしキャラ差が出る。全部が、はい、ガードしかない、ガードしかないですね。マキリと僕とニーヤー、ニーヤーさんだけ。ニーヤーさん、あ、マカス、マカス、頑張れ。さあマキリケン、バルログ戦は全然やってないと思う。そうですね、なバルログが何たるかっていうのを理解し尽くしてる剣っていうのは松尾さんだけだと思うので。うん、松尾さんはなんかすごい一人だけ異常にネタが多いですね。異常に
異常に多いです。なんかね、竜巻とかがね、全然使い方が他の人と違うんですよね。わーお、飛び越し。なるほど、剣に対しては地上からスラスラスラで行くと。まあ、多分その方がいいですよね。まあそうですね、他にやることは特にないですね、はい。まあ、スライディングは強いんですけども、やはり自分から突っ込んでしまう技なので狙われるとまずい。おっと、引っ掛けた。表テーラー対空間に合っている。うわー、ナイス。全部逃げてる。うわー、つうえ。あれはもう画面見ないですぐ大昇竜ですな。じゃんけんほい、はい、こうでしょう。さあ、2回転さんが副将で誰を使うのかな。誰を使うのか。さあ、ニアさん、ニアさん、誰でやんの。ホンダでやんの。死んでる、死んでる。倒せるけどいない。僕とニアさんだけ。外せるキャラいないこともないです。さあ、時間が、あ、ホンダ、いや、ホンダ、これが見たかった。バルログ戦全くわからないと言っていながら、まあ、太古から培ってきたネタの宝庫ですからね。うわ、やっぱ考えてますね。若干狙いがすごい。絶対おお、一応圧殺。いやー、まあ1回でこうなりますからね。これはうまい。いやー、うめえな。ゲージたまる前に死にましたからね。高め、そしてもう一応いけない。よく見ている、よく見ている。もう一応入る。死んだか、テラ。あー、嘘、これはわかんないぞ。これは分かんないぞ。ガードした。早詰め。しっかり対策してますね。僕これとやんのか、やだな。おっと、なんだなんだな、あった。このテラーなんもねえのか。さあ、先制スタイル、バックジャンプ。うわ、空対空許さない。うさんくせえこのキャラ。うわー、わからんわからんわからん、本当に見えない。さあ、大将、二回転さんは何を使う。まあ、バールログはないですよね。普通に、普通にエッサガかな。エッサガ、さあ、バイソンでした。もちろんバイソンでした。さあ、いや、いきなりやばい、いきなりやばい。さあ、正面だった。高め、ショーキックオーバー。さあ、アッパー当たる。さあ、スカル、いろいろスカル、爪がない。さあ、くぐって逃げて、ぴょんぴょんして、ぴょんぴょん。バイソン結構めんどくさいです。さあ、全然まだわかんない。さあ、ちょっとタイミング遅かった。振り向いちゃう。これは、これは削れます。さあ、アントビーできてたかどうかはもう結構微妙なところです。さあ、手を焦げちゃう。さあ、また正面だ。さあ、逃げて、ゲージがあるけど。さあ、引っかかっちゃう。引っかかっちゃってガードする。タイミング悪い。さあ、逃げれない。
逃げれてないさ、まだわかんないぞ。さあこれバイソンループするんですよね。あのホンダと一緒でなんかちゃんとやると今日の後にスライディング入ります。なのでガードするしかないらしいですが、さあ運が悪い、運が悪いんですが、もう バルロガ側は完全にあれを狙ってあれしかない、ガードを固くしてオアのところで突っ込む。さあガード、こうなるとあーガードされる。さあ掴む、暴れる。さあこれはあーペラー出なかった。いやー運が、いやー運が。さあ勝ったのはザコども、雑草チーム勝利ということで、あーいやーやられてしまいました。気持ちいいわ、やられてしまいましたね。いやいや、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、ペースさん、店員さん、店員さん、レバーが死んでます。ということで、のじえい、皆さん楽しんでてください。ありがとうございました。あ、そうだ、1月2日、1日火曜日なんですけど、はい、1日かな、ちょっとね、今回僕いないので、はい、お休みしようかなと。東西線、東西線をお休みしよう、やらないの、やらない可能性があります。あります、今のところね。センキュー、皆さんありがとう、みんなありがとう。1月1日が火曜日だな。つい1月1日の東西線はやらないかもしれないらしいです。少なくともニカさんはいないと。さあザンギホンダ、ザンギホンダは知りません。
Thank you.
Yeah!
Oh!
Thank you.
Fire!
Fight!
はい、サブ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 
Tiger!
Cyclone! 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 Cyclone!
I
さあユズル対長州ですね。長州連勝中。死んだか。なあ。じゃあこの対戦最後で配信はストップします。皆様ご視聴ありがとうございます。その前だけでしたね。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。また来週。来週はあれですね、V3 やりますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。